ちは。うちは。旅する島々夫婦、うん。台湾。台湾。2日目かな。朝昼兼用のご飯は、うん、はい、ジーローハン。ジーローハン。美味しいお店に来ました。松江南京駅から徒歩6分。有名らしい。はい。めっちゃ有名なジーローハン。いただいてもよろしいですか、はいはい、ちょっと朝ごはんがなかったもんで、はいはい、朝ごはんは寝坊しておりました。うん、美味しいですか、なんか美味しそうやね、これ味がなんかタレがかかってる、こう旬でる鶏肉に何なのかな、お醤油、うん、甘い、でもそんなにルーローハンほどこってりしてない、あっさりして、うん、すごい美味しいでございます。グラグラやったんですか、これが、うん、このジーローハンと、うん、あのお好みで小鉢3種が選べて、うん、で煮卵か目玉焼きがついて500円ぐらい、そうね、500円ぐらいね、なんかね、ちゃんとメニューに写真があって、うん、でこう自分でチェックするから、うんうん、金額もちゃんとメールを書いてやし、わかりやすい注文が、でめっちゃ早い出てくるの、めちゃくちゃ早かったね、1分システマチックになってます、システマチックになってます。じゃあちょっとナスビのその炒め物、うん、甘辛、甘辛、なんか甘辛が多いよね、うん、台湾のご飯、これはうまそうですね、楽しみです、ね、なんかこういう薬味というか、なんていうんですか、漬物みたいなのも不要で、ありがとうございます、すごいおすすめ、じゃあ私も食べてみますか、じゃあジーローハン、前なんか食べれんかったよね、なんかジーローハン食べに夜市とか行ったものの見つけれんかって、うん、うまっ、おいしいよね、あっさりして、うまい、うん、かき込む、もう涼介さん2食目これうまいわ、うん、うん、美味しい、安い、うん、じゃあこれもさつま揚げ、うん、ちゃんとメニューに日本語のね表記もしてくれとうから親切、めっちゃ甘辛、これは口に合いますね、合いますか、いや、あのあれですね、八角の味はほとんどしません、うん、怪しいわ、あの煮卵やん、うん、美味しい、うまい、これはすごいよ、大正解、うん、これは痛くなるけど分かるね、うん、ね、はい、お店の名前紹介したいと思います、陽気ルーローハン、この店です、なんとか調べてください、なんとか調べてください、はい、でも迷わず、後でちょっとリンクは貼っときましょう、 G メールのね、あの概要欄、美味しいさつま揚げ、うん、はい、まあ、僕たちが見つけたようなこと言ってますかね、マイバルちゃんチャンネルで見つけて、私たちが追っかけてる YouTuber さんがおすすめとしてたの、はいはいはい、マイバルちゃんのを見た方が、あのもっと、はいはい、詳しいです、でも美味しかったです、はい、ということでジローハンです。